はい、こんにちは。新てっちゃんの興味津々、おはようございます。今日は8月の、14日です。実はですね、私あるところから今帰ってきました。で、どこかというとですね、スポーツジムあのね、スポーツジムをね、昨日8月13日に入会したんですね。でね、今日2日目やってきました、スポーツジム。ちょっとね、真剣に自分を始めようと思ってます。でね、なんていうんですかね、僕ね、昔筋トレをね十何年やってたことあるんですよ。で、その時は1日ね2時間とか3時間ね、喋りながらねダラダラやってたんですけど、今回はねちょっとね、負荷をあまりかけずに、ちょっとダイエット目的で大体ね20分から30分の運動をで、できる限り行こうと、毎日行けるなら行こうということで、始めました。でね、僕のね家の近くってあんまりなくて、でね、ちょっと離れてはいるんですけど、よく最近ある24時間365日やってるっていうやつ、あれにねちょっと入会をして、昔ね僕ちょっとそこに愛媛にいる時ね何回か行ったことあるんですけど、そういう絡みで、そこに時間があるときに行こうということで、なんと、あれフィットネスじゃないな、トレーニングジムで、最初ね、もう僕ね昨日13日にさ5年ぶりぐらいにねバーベルとかダンベル持ったらね、重くてね持てなかったですよ。でね、もうやっぱりね、これ体力の衰えとかね、筋力の衰え、それとやっぱりね、なんといってもね老化、で、ね、年がねやっぱりこの年になってくるとね、もうどんどんね、骨は衰える、筋力は衰える、で病気になる、運動不足になるということで、ね、昨日8月13日にもう5年ぶりのジム行って、でね、もう自分のね体力のなさにもうびっくりしました。で、リスナーさんの中にはねカーブスとかね、いろいろ行かれてる方いらっしゃると思うんですけどね、僕はね、こう短い時間でいいから、継続してやっていこうというふうに、心に決めて、このお盆13日から、ジムに行ってるということでございます。ちょっと報告でした。ジムに行き始めました。痩せますよ私は。はい。